てる健康経営。企業が従業員の健康管理を経営課題として捉え、健康保持増進に向けた活動に取り組む健康経営の考え方が広まりつつあります。この番組では健康経営に取り組む静岡県内の企業を紹介していきます。こちらは富士市元町にある富士クリーンサービス。浄化槽、貯水槽の保守点検清掃、グリーストラップの清掃、仮設トイレの設置レンタルや可燃ごみの収集などをしている会社です。では社員の健康に関してどのような取り組みをしているんでしょうか。まず健康診断の徹底です。受診率 100%、 そして再検査も 100% になるようにしています。また日頃から健康に気を配れるような一工夫をしています。例えば自販機の飲料に含まれる砂糖の量を写真展示したり、血圧をいつでも自分で測れるように事務所と休憩所に血圧計を設置しました。また食堂にある醤油差しは塩分を取りすぎないようプッシュタイプのものにしました。具体的な効果はあったんでしょうか。実は私は5年前に健康診断でがんの疑いありと言われまして、再検査をいたしましたところ、初期のがんが見つかりまして、で、早い段階でしたのですぐに手術をして健康を取り戻しました。非常にこの健康診断、最初は軽く見ましたけども大切なものだということを認識しまして、以後確実に検査を受けるようにしております。で、非常に健康は大切なものだということを実感しております。それでは健康宣言をお願いします。無理なくアルコールタバコを減らし、明るく楽しく脱メタボで頑張ろう。